赤ちゃん本当に可愛いな。髪も綺麗だし服装もおしゃれだし、その髪飾りも最高なんですね。あら、しおんちゃん、その子は誰？なんなのこの子、純白の可愛らしいワンピースに鮮やかなピンクのパーカー、そして綺麗なピンクのネイル、くるんと巻いた髪は綺麗にまとまってて色もまるでカスタードクリームのよう、ミントグリーンのキラキラとした瞳は見つめられると吸い込まれてしまいそうだわ。かわいすぎる。かわいい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 。かわいい。ちょっと待って、ゆゆ声かけないで。お嬢ちゃん誰なの？お名前教えてー。あら、あなたは誰？は、その姿は、白と黒のモフモフのその毛並み、そしておまんじゅうのようなまん丸の尻尾、さらに可愛さを際立たせるサロペット、水色の衣装とピンクのほっぺはまさに私のテーマカラーそのもの、そして何よりそのつぶらな瞳とまん丸を耳、可愛すぎる、パンダちゃん、可愛い。モフモフさせていい加減にしなさーい。ということで今回は、セブンさんのチャンネルに新しく加わったエイカちゃん、そして可愛いモフモフパンダの酒井サンダーちゃん、このお二人と一緒にかくれんぼで遊んでいくわよ。エイカちゃんにサンダーちゃん、また追いかけてもいいかな？追いかけたらおやつ抜きですからね。そんなー、いいないいな、新しいお友達ができるのは嬉しいんだぞ。それで今回は何をするんだ？今回は動物になりきりかくれんぼをして遊びます。隠れる側は羊、鶏、ラマ、パンダ、この4種類の動物に変身することができ、10分間鬼に見つからなければ勝利です。逆に鬼は10分以内に2人を見つければ勝利となります。鬼は動物を一撃で倒す武器を持っていますが、剣と弓それぞれ5回ずつの使用制限があり、使用回数がなくなってしまうと負けになります。よし、絶対に勝つぞ。シオン動物に変身するのは得意なんだから。普段そんなシチュエーションないだろ。新しいお友達が可愛いと思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。それにしても本当に2人とも可愛いな。シオンちゃんも可愛いお友達ができてよかったわね。私もお友達になりたい。追いかけなかったらなれると思うんですけど。よし、それじゃあやるぞ。最初の鬼はエイカちゃんね。シオンちゃん隠れる時間のカウントダウンが始まってるわよ。早く隠れないと鬼が動き出すからね。大丈夫大丈夫、シオン隠れるのは得意なんだから。あ、そうだ、セブンさんのチャンネルとサンダーちゃんのチャンネル、そっちでも同じタイミングで動画が上がってます。うちの動画とは違う試合が投稿されるから、まだ見てない人はぜひこの後見に行ってね。シオン動物に変身しないのか？かくれんぼって言っても動物に紛れるかくれんぼだろ。そのままじゃ見つかっちゃうんだぞ。大丈夫大丈夫、ちゃんと変身するんだから。よし、それじゃあニワトリさんに変身だ。あ、やっぱりニワトリに変身するんだな。ニワトリだけが唯一空を飛べるんだよな。そうそうそうなのよ、ニワトリさんならもし見つかっても飛んで逃げられるし、背も低いから一段の段差にも隠れることができるのよね。このかくれんぼはニワトリさんが最強なのよ。ニワトリさんしか勝たん。まあでもエイカちゃんもサンダーちゃんもニワトリが強いのは分かってるだろうからな。ニワトリは優先的にチェックされるというデメリットもあるんだぜ。大丈夫大丈夫、それでも絶対に逃げ切れるんだから。シオン絶対に全部勝つんだからね。そうこうしている間に隠れる時間が終わるわね。そろそろエイカちゃんが動き出すわよ。よし、この辺でいいかな。ほらほら見てみて、ニワトリさんならこんなブロックの裏でも安全に隠れられるんですね。よし頑張るぞ、絶対に逃げ切ってみせるんだから。はいはいはい、シオンちゃん以外のお二人の動向は私たちが実況していくわよ。一方こちらはサンダーちゃんですね。最初はシオンちゃんとは逆の方向に逃げていったみたいです。サンダーちゃんもまだ変身はしてないわね。どこでどう変身するのか楽しみだわ。今回はパンダも対象になってますからね。パンダのサンダーちゃんはパンダに変身するんでしょうか。あ、ここ動物さんが多いからここに紛れてやり過ごす作戦かしら。おっと、この大きさはサンダーちゃんもニワトリさんですね。さすがにここでパンダは怪しすぎましたかね。あれ、エイカちゃんもしかしてもうラマに変身してない？ルールでは鬼の変身は禁止されてないからね。サンダーちゃんは気づいてるみたいだけど、シオンちゃんは分かってるのかしら。向こうからニワトリさんが猛スピードで走ってきますね。あ、走り抜けました。シオンちゃんかなり大移動しているみたいです。おっと、これは恥ずかしい。段差を登るのを失敗したところをサンダーちゃんにバッチリ見られていました。とにかく走り回るシオンちゃんと鬼の姿を観察しながら立ち回るサンダーちゃん、この作戦がどう出るのか見ものだわ。さあ隠れる時間が終わりました。エイカちゃんが動き出します。ふむふむ、なるほどね。最初はゆっくり周りを見渡しながら怪しい動きをしている動物さんがいないか確認する作戦か。サンダーちゃんはこのラマさんがエイカちゃんだということは分かっていますが、多分シオンちゃんの位置からは見えてないですよね。シオンちゃんは大丈夫でしょうか。おっと、ゆっくり歩いていたエイカちゃん、急に走り出しましたよ。なんか怪しい動きをしている動物さんを見つけたかな。位置的にもしかしてシオンちゃん。あら、サンダーちゃんがなんか気になることがあるみたいですよ。サンダーちゃんは動物に変身するのが初めてなので、動物さんの動き方をシオンちゃんに聞きたいみたいです。え、動物さんの動き方？うん、いいわよ。シオンが思うにはね、動物さんって常にまっすぐ進むと思うのよ。だから横移動とか後ろ移動してるところをエイカちゃんに見られたらバレちゃうわよ。さす
すがシオンなんだぞ。動物かくれんぼ何回かやってるもんな。動物かくれんぼマスターシオンです。そういえばエイカちゃん急に走り出したんだったわよね。結局何かを見つけたのかな。あれ、エイカちゃんが見てるニワトリ、あれシオンちゃんなんじゃなかったですか。うわ、そうじゃない。これはまずいわ。今シオンちゃんサンダーちゃんの質問に答えてる最中なのよね。あ、今後ろに下がらなかった。まずいです、エイカちゃんに見られてしまいました。あ、いい、サンダーちゃん、横とか後ろ向きに動いちゃダメよ、とか言いながらシオン後ろに下がってるんだぞ。エイカちゃん見てないから大丈夫。じゃあ、エイカちゃん、どこから見てたの。おっと、ミミコ様、動物さんたちがたくさんいるところに、ニワトリさんがすごい勢いで走ってきました。あ、ほんとだ。あのニワトリさんはエイカちゃんよね。もしかしてサンダーちゃんもここにいるの。そうかもしれないですね。あ、1話のニワトリさんをロックオンしてませんか。めちゃくちゃ怪しんでるわね。あ、サンダーちゃんたまらず逃げ出した。エイカちゃんは捕まえきれるかしら。あ、一発でしたね。これはエイカちゃんがすごい。クソ、やられちゃったか。悔しいね、サンダーちゃん。でも次はサンダーちゃんが鬼でしょ。シオン絶対に負けないんだから。鬼でも頑張るけど、逃げる側でも次は絶対に勝つんだからね。よし、隠れ場所見つけたわよ。あ、今度もニワトリさんなのね。やっぱりニワトリさんが最強かな。それに変なところに隠れてるな。そこが毛の真ん中ぐらいなんじゃないのか。そうなの。こういう中途半端なところの方が絶対に見つかりにくいのよ。そろそろ鬼のサンダーちゃんが動き出すわね。絶対に逃げ切るんだから。シオンの上に同じように止まってるニワトリさんがいるんだぞ。あれってもしかしてエイカちゃんか。絶対そう、絶対そう。こんなに一点を見つめて動かないのおかしいもん。エイカちゃんもシオンと一緒に隠れたいのかな。ふふふ、そうかもしれないわね。いいじゃない、随分と仲良くなったのね。あ、今サンダーちゃん向こうを走り抜けたんだぜ。サンダーちゃんは変身せずに探してるみたいだな。う、やばい、あっちに行かれたらシオンたちの息丸見えなんですけど。シオンはニワトリ、シオンはニワトリ、お願いだからこっちに来ないでね。こっちのことは気にしてなさそうだな。あ、左の方に走っていったんだぞ。よかったー、また序盤で捕まるとか嫌なんだから。隠れるのは得意なんじゃなかったのかよ。おい、何やってんだ、二人でなんか楽しそうだな。これ絶対にエイカちゃんだわ。普通のニワトリさんがこんなに連続でピョンピョンするのおかしいもん。エイカちゃんとここで遊んでるのも楽しいんだけど、さっきからサンダーちゃんの姿が全然見えないのよね。それはちょっと怖いわね。上から見られる可能性もあるしね。でしょでしょ、ちょっと周りを確認しに行こうかな。ここだけだからね。ちょっと登れば高いところに行けると思うんだよな。高いところから見渡せば多分サンダーちゃんのことも見つかるでしょ。ここから見える場所にはいない感じだな。もうちょっと高いところに登ってみようかな。うん、わからないな。派手に動いてる動物は見当たらないんだぜ。サンダーちゃんはなんか動物に変身してるのかな。うん、どうなんだろ、多分変身はしてると思うんだけどな。まあいいや、とりあえず一番高いところまで登ってみん。じゃあ、待って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 、このニワトリさん絶対にサンダーちゃんじゃない。ごめん、違うの。シオン、ちょっと高いところから周りを見渡したかっただけなの。助けてー。うわー、これはすごいタイミングで吐き合わせたんだぞ。残念だったな、シオン。鬼の時に頑張るんだぞ。シオン、まだ諦めてないんだからね。クソ、こうなったら仕方ない。残り6分弱、最後まで逃げて逃げて逃げ切ってやるわ。これはどうなっちゃうんですか。ニワトリさんとニワトリさんの追いかけっこが始まりました。あ、これは楽しい。かわいいがかわいいを追いかけてる。私も追いかけたい。そんなこと思うのゆゆこ様だけですよ。頑張って頑張って、シオンちゃん、それにサンダーちゃんも頑張って。まずい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 、まだ5分近く残ってるんですけど。これはなかなかしんどいんだぞ。頑張れシオン、逃げるのだけは得意だろ。負けっていうのやめてほしいんですけど。あれあれを見て、シオンちゃん、あの前にいるニワトリさん、なんかちょっと不自然じゃない。あ、エイカちゃん、このニワトリさん絶対にエイカちゃんでしょ。シオンのこと助けに来てくれたんだ。エイカちゃん、ありがとう。あ、せっかくエイカちゃんが助けに来てくれたのに。シオンちゃん、ちょちょ、かくれんぼ得意じゃないことが証明されちゃったんだぜ。リベンジだ。最後はシオンが鬼の番。絶対に二人とも捕まえてやるんだから。今エイカちゃんとサンダーちゃんが隠れてるのね。頑張ってシオンちゃん、最後ぐらいはいいところを見せないとね。当たり前なんだよな、一瞬で二人とも捕まえてやるんだから。鬼に与えられるのはこの3つの装備みたいだな。これはどんな装備なんだ。剣も弓も一撃でモブを倒せるんだけど、剣は耐久値が調整してあって5回モブを切ると壊れちゃうわ。弓の弾が右にあるダイヤになってて、5発撃ってダイヤがなくなると撃てなくなる。つまり合計10回失敗したら負けということね。だから無理やりモブを全部倒していくという作戦は取れないわね。10発も必要ないんだから、2発で決めてやるんだからね。よし、隠れる時間が終わったわね。待ってなさい、2人ともすぐに見つけちゃうんだから。まずはどこかからシオンが動き出すのを見てるかもしれないから、落ち着いて周りを確認してみようと。ここから目があったらめちゃくちゃ怪しいのよね。まあ時間はまだたくさんあるからな。最初は落ち着いてじっくり探す方がいいんだぞ。そういうこと、明らかに怪しい動物さんはいなかったな。それじゃあ順番に動物さんを確認していこうっと。うん、この動きは本物のラマさんね。ここにはエイカちゃんもサンダーちゃんもいないみたい。うん、なかなか見つからないな。調べる動物さん全部本物っぽいのよね。
ね。おいしおん、一瞬で見つけるんじゃなかったのか。もうそろそろスタートしてから4分が経つんだぞ。まあそれはしょうがないんだぜ。マップもそこまで広いわけじゃないが、隠れている方向と逆方向に探しに行ったら絶対に見つけられないもんな。大事なのは実際に相手を目の前にした時に気づけるかどうかなんだぜ。そうそうそういうこと。まだしおんはエイカちゃんやサンダーちゃんの近くに行ってない。ただそれだけなんだからね。お、サンダーさんの群れを見つけたんだけど、なんか怪しい。確かここのパンダさんの群れって3匹だったと思うんだよな。これ誰か隠れてるんじゃない？あ、このパンダさんは本物だな。それじゃあ次はこっちの2匹。うん、手前のこの子は本物ね。それじゃあ隣のこの子はどう？さっきから全然頭が動かないんですけど。これは怪しすぎる。下手に動くとバレると思ってるかもしれないけど、動かなさすぎるのも怪しいんだから。うわー！あ、すごい。サンダーちゃんがパンダさんに変身していたみたい。あやった？やっぱりそうだった。見た見た？一発で見つけちゃったんだから。やったなしおんちゃん。有言実行なんだぜ。あとはエイカちゃんだけか。頑張ってエイカちゃんも一発で見つけていいところを見せるんだぜ。当たり前なんだよな。よし待っててねエイカちゃん。しおんが見つけてあげるからね。エイカちゃんは見つけてほしくないと思ってるんだぞ。この辺はいないっぽいな。となるとまだ探してないのはあっちの方よね。よししおんもニワトリさんに変身して、あっちの方に飛んでいこうっと。ここまで探してまだ見つかってないんなら、絶対にエイカちゃんはあっちにいるでしょ。まあしおんちゃんの様子を見ながら移動してる可能性もあるけどね。まあそれならそれでいいのよ。こっちにいなかったらそうだってことがわかるし、そうなったらその時考えるんですね。あ、ボーダー付近に羊さんとニワトリさんだには。うわ、こっちに近づいてきた。あ、びっくりした。でもこの動きは本物のニワトリさんみたいね。それじゃあこっちの子は、なんかニワトリさんぴょんぴょんしてるんですけど、この動き、怪しい。絶対にエイカちゃんでしょ。ドラーやった？見た見た？エイカちゃんも一発で捕まえちゃったんですけど、うわマジで二人とも一発で捕まえちゃったんだぞ。シオン、今日は運が良かったんだな。シオンの実力なんです。シオンちゃんすごい。最後はいい形で締めくくれたわね。いやーそれほどでも、あるかも。あるのかよ。エイカちゃんとサンダーちゃんのチャンネルでも別の試合の動画が上がってるから、まだ見てない人はこの後ぜひ見に行ってね。概要欄に載せておきます。あ、楽しかったな。エイカちゃん、サンダーちゃん、4人何して遊ぶ？